ヤクート鉄道公開株式会社は、ロシア連邦政府と、サハ共和国政府が、1995年10月2日に、アムールヤクーツク鉄道の建設と運営のために、設立した合資会社である。アムールヤクーツク鉄道の建設、管理に関わる、国営企業の再編のために、ロシア連邦国家資産管理局の前身である、ロシア連邦国家資産管理委員会と、 サハ共和国政府が50%ずつ出資して設立された。受験資本制度は38億7270万ルーブル。2017年の時点では発行株式のうち46.85%がロシア鉄道公開株式会社44.3%がサハ共和国政府残りを少数株主が所有している。 ベルカキとトンモトヤクーツ区間の路線を建設する目的で設立された企業であり、2017年のサハ共和国で最大の納税者であり、従業員は約1000人。北方輸送により、貨物輸送量は毎年増加傾向にある一方、旅客輸送量は年間8万人ほどで低迷傾向にある。これはロシア鉄道の鉄道網と、 サハ橋は国内の鉄道網の間で旅客の直通運転が行われていないことが原因である。年間の鉄道事業の純利益は8000万ルーブル。路線全長は約8 0 0 k 九1996年に最初に開通したベルカキとトンモト間が3 5 8キロメートルであり、トンモトにジュニーベスチャフ間は2014年時点で4 3 6トルが稼働している。 ヤクウツク市街とは反対のレナガーウガンに位置するに、ジュニーベスチャフ駅からウガンの加工まではバスが運行されており、加工からは都線として小型船やモスクワ型機船が運行されている。ニジュニーベスチャフ駅には貨物を加工へ積み替えるために総合物流施設が建設された。2014年に、トンモトジュニーベスチャフ間が開業してから、相当量の貨物が 河川輸送から鉄道へと切り替えられた。これは河川輸送を用いた北への配送が集約的森林伐採と定期的な森林火災により発生した出ナ川上流の渇水により失敗する恐れがあることが分かったからである。自動車と混合した貨物輸送では2014年からは鉄道によるものに比べ30から50%高くなることが判明した。 アルダンに本社を置き、ヤクーツクとモスクワに事務所を置いている。主な事業は、鉄道での貨物輸送と旅客輸送。1996年に、ネリュングリ・アルダン間で鉄道輸送を開始し、2002年には、ネリュングリ・トンモト間で貨物輸送を。2004年には、同区間で旅客輸送を開始した。2006年には、 ウラジーミル・プーチン大統領の訪問を受け公式に公共交通機関である鉄道インフラと認められ2007年にはロシア連邦政府が保有していた株式がすべてロシア鉄道に移管された2011年11月15日にトンとの先のアムガ川を越えベルフナやアムガに到達したこれを記念する式典にはロシア鉄道の社長ウラジーミル役人だけでなくドミートリー・メドベジェフ 大統領も出席した。これにより残された難所は、レナ川を渡る橋の建設のみとなった。2007年に、同社は、ヤクーツクで、ディーゼル機関車の近代化に関する、国際的な科学的、実践的な会議を開催した。これにより、同社が保有する手重型機関車は、ゼネラルエレクトリック車によって近代化されることが、決定した。また、2010年には、 2007年には売上高が10億ルーブルーを超えた。これは、東、シベリア、太平洋石油パイプラインの建設資材の輸送によるもので、ベルカクトとトンモト間の貨物輸送量は、石炭100万トン以上を含む200万トンに達した。2010年には、石炭は140万トン以上になり、総貨物輸送量は218万トン。 また旅客輸送も98,900人となり、売上高は13.9億ルーブル、純利益は460万ルーブルであった。ありがとうございます。